大雪と厳しい冷え込みに備えて、金沢市内のスーパーには買い置きできる食品を求める客が訪れていました。本格的な寒波の到来を前に、こちらのスーパーでは生鮮食品を求めて多くのお客さんでにぎわっています。金沢市のスーパー、ひまわりチェーン小達の店。最強寒波の襲来が報道され始めた先週末から、買い置きの食品を求める客が徐々に増え始めました。売上は通常よりおよそ2割上がっています。魚介類や野菜など生鮮食品を買い求める客が多いといいます。午前中も店内は多くの客でにぎわい、店員が対応に追われていました。ああ、いつも見てる5チャンネル。たくさん今日買われましたね。そうなのよ。ほら、雪が長く降るでしょ。備えてお正月以上だわ。いや、除雪の問題です。ほら、雪が積もって道路に出るまでが大変でしょ。それで母も買い物に出られないんで、母の分も今聞いて買い込んでおこうかなと。で、今日食べる分の刺身と、まあ、煮付けとかにできる魚、保存が効くようなものを買おうと思ってます。まあ、どんだけほどか分からんけども、一応買いに来たんです。イワシとラーメンとね、今晩から降るうちどういうことになるか分からんから。このお店では買いだめ用に日持ちする大根やじゃがいもなどの根菜類を通常より1割ほど安く販売していて人気となっています。昨日は忙しかったですね。今日はまあ、ほんでも結構出てる、心配しとったけど結構出てますけども、もともとうち魚がメインで、あと野菜の日持ちするような野菜ものね、ちょっとそういう感じで、ちょっと普段より量が多いですね。今のところ商品の流通に遅れなどはないということですが、今後の天候によっては仕入れなどに影響が出る可能性があると心配していました。